2021年10月31日、日曜日、アベマ PPV オンラインライブにて生配信されるアベマオリジナル1000万円シリーズの最新作、朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円、朝倉未来、トライフォース赤坂が賞金首となり、衣服を着用したまま路上にて戦う、喧嘩ルールで実施。対戦相手は、全国から喧嘩自慢のストリートファイターを募集し、オーディションにて決定されるという概要から大きな話題を呼んでいる。8月17日、火曜日よりチャレンジャーの募集も開始され、MMA ファイター&プロレスラーとして活躍する巨漢の柔術家、関根シュレック秀樹、盆栽ブルテリアが名乗りを上げたのは気泡通りだが、その関根が8月26日に SNS に投稿した同番組のチャレンジャー募集入力フォームの画像で黒塗りにしていた部分を31日に公開。26日に投稿された画像は一部に加工がされており、すべては読めないようになっており、対戦に向けた意気込みには、元警察官として逮捕術で勝負する、朝倉未来に一言には、路上の伝説を制圧させてもらう、と書かれていた。その黒塗りとなっていた部分は、対戦に向けた意気込みには、元警察官として逮捕術で勝負する。体重差もあるので通常警察官が暴漢を制圧するようにこちらはパンチと蹴りを封印した状態で勝負させてもらう、と、打撃なしで臨むとのこと。そして朝倉未来に一言には、パンチと蹴りを封印した状態の逮捕術だけで路上の伝説を制圧させてもらう、と書かれていた。関根は体重差がある代わりに打撃を封印するとの条件をつけているわけだが、現時点でルール、総合格闘技ルールに準拠した番組特別ルールを設定する予定や試合場所は明らかにされておらず、体重差があれば投げだけでも危険が予測されるが、あとは流れに任せるよ、と、関根は書類選考の結果を待つとしている。